お疲れ様でございます。8月3日の舞姫大学特別講義でございます。今回のタイトルは、夏の暑さで体調調整というね、ちょっと変わったタイトルになりますけども、まあ毎日暑いですよね。ついつい人に会うと暑いですねって言ってしまいそうなんですけども、まあ実際言ってますかね。でも夏が暑いのは、まあ言ってみれば当たり前と言いますかね、四季がある日本の貴重な 体験でもせっかくこの夏が来たのにねエアコンの下にうずくまってばかりいるとせっかくの四季を感じる能力がなくなってしまうのかなと要するに四季を感じる感覚ですよねこちらの方も失われていくのかなというふうな気がします、えー、例えばね人が夏を感じる、まあ、そんなあ要因としましては自然の音や香りっていうのがあるんじゃないかなとセミの鳴き声 なんてのは今聞こえますかねそして海の潮騒の音やっぱりね夏の海の潮の音ってのはまた違うんですよねその他夏の花の香りですひまわりとか朝顔っていうものがこうプンと香ってくるところで人は夏を感じますそれから草木の緑ですよね夏場っていうのは緑がものすごく深くなりますので、まあ、そこに生命力を感じていくってことになりますで気温や天気もそうですね 夏のの日差しっててうのは太陽が照りつけてばむような暑さを感じま,すまあここで一つね体調調整という、まあ、そんなキーワードを出してこようと思いますけども暑い時に汗をかいて汗が滴るこれっていうのは非常にね大切な機能なんですよまあついついね汗が出て服がベタついてねまあ臭いも気になるし汗が出ることを避けがちなんですけども暑くなると体調がですね きちんと温度調整をして、汗として自分の体内にある温度を冷まして外に出してくれるって機能は、エアコンの下にいたらね、培われないんですよ。まあ、つまり、まあ、幼い頃からね、そういうふうな、うん、まあ、何て言いますかね、エアコンの管理された温度調整の効いた部屋にいると、夏でも冬でも自分の体の中の体温を調整する機能が働かずに、例えばね、 風邪をひいたら治りにくいみたいなことになっちゃうんですよ。まあそもそも風邪をひくってことは自分の中にね、こう、風邪をひくウイルスみたいなのが入ってくるわけですよね。で、それを外に追い出そうとして戦うときに熱が出るわけですよ。だから熱が出るってのはすごくいいことなんですよね。熱が38度39度に上がるってことはもう風邪が治る一歩前なわけですよ。しかし風邪がなかなか治らない人ってやっぱり一年中ね、 エアコンの温度調整が効いて部屋にいて、まあ、例えば暑いときなのに、ものすごくね、うん、ちょっと肌寒いような部屋にずっといたりとかね、それから寒い冬には、もう汗が出るようなね、暖かいところにいてで、薄着になってるとかね、まあこういうことになっちゃうわけですよ。まあ、そうなると、体の中の温度を調整する機能っていうのは育まれずに、そのまんま20代とか30代になってしまうと、暑さ、寒さに弱い人間ができてしまってですね、体調を壊しても回復がものすごく遅いという。 まあそんなことになってしまうらしいですね。まあそういった意味で、ある程度ね、暑い夏にはきちんと汗をかいて体の機能を整えておくってことが必要なのかなと思います。まあ例えばね、窓を開けて風を入れるだけでエアコンなんていらなかったりするわけですよ。で、むしろそういう風になる工夫をするために、えー、例えば一戸建てにお住まいの方でしたらね、まあ縁側のところに、えー、まあなんていうんですかね、ヘチマを育ててね、で、 影を作っていくみたいな住まいの工夫をしていくようになる、まあ、それがそのまま模様替えになってきたりするわけですよね、まあ、それが四季を楽しむことにもつながったり季節感を演出することにもなったりするわけなんですよ、まあ、こうやって四季のある日本ですからその四季をきちんと扱っていくこと、まあ、言ってみれば上手に付き合っていくことによって精神性も高まっていくっていうことになるんですよ何でもかんでも手元のねえボタン一発で、えー、部屋の中の温度を変えてですね 快適な環境にしていく。まあ、それでは実はね、自分の肉体は育たないってことで、精神も蝕まれていくんではないかなというところがあります。えー、またですね、イベントが風習に出かけていくのもすごく大事です。うん。夏祭りっていうのがありますよね。こういったもの、どんどんなくなってはいますけども、そういったところには量を取るいろんなね、ヒントが隠されてるわけなんですよ。夏の風物詩であるイベントに参加する。 まあでももう8月に入ってしまうと、そのイベントの大半が片付いていますんですね。まあ今年の夏も終わったなって何度も言ってますけども、大体7月が終わった時点でもう夏は下りに向かってるわけなんですよ。え、それから海水浴、海やプールっていうのもありますけども、別に一生懸命泳げってわけではないんですよ。まあそういった海の風を当たることによって、量を取るといいますかね、季節を感じるってことを、なかなか現代社会ではで,くくできにくくなっているんじゃないかなっていうところです。で、まあバーベキューですよね。 まあこれも夏にしかできませんので、えー、余裕がある方はしてみたらいいんじゃないかなと。まあバーベキューはね、別にね、そんなに一生懸命するもんではないのかなというふうな気はしますけどね。えー、それから食べ物になっていきますけども、まあ冷たいものをね、えー、あんまり取る必要はないのかなと思います。うん、やっぱりこう、体を冷やすことっていうのは、うん、あまり健康にもよろしくないんでね。暑い夏だからといって、冷たいものばかり取るんではなくて、やっぱり常温のものをね、えー、取ってみるとか。 あ一杯だけは冷たいものを飲むんだけども、継続して冷たいものばかりを求めるのではなくて、えー、自分の体温に近いものをね、取っていく。つまり、暑い夏にお茶を飲むっていう習慣、未だにありますからね。はい。そして、トバトやキュウイなど、夏の旬の野菜を使った料理を食べることも非常に重要になってきます。まあ、実は夏が旬の野菜とか果物っていうのは、まさに体温調整してくれるわけですよ。 で、そういったものを我々日本人は四季を選んで取ってきたわけなんですけども、今ね、一年中野菜もありますから、何が夏のものなのか全くわかんなくなってきてですね、まあ食卓にも変化やうろどりがないっていうことにもなってしまうんではないかなと思います。やっぱりこう季節を感じれる食ってものもね、私たちはどんどん手放してしまったんではなかろうかと思いますね。まあその他ですけども、セミの抜け殻に、まあ一気一中してみたりね、夕焼け空を見て量を取ってみたりとか、 あとはまあ、内ちを使うこととかね。もう本当にちょっとした工夫なんですけども、冷たいタオルで体を拭くっていうことも一つだと思います。なんか昔は行髄って習慣があったんですけども、あの、やっぱり暑い夏いね、あのお風呂とかシャワーに浴びると、まさに体温で体の中に閉じ込められてしまうわけですよ。ですんで、やっぱりこう水浴びをすることでね、水っていうのももう今の時期はね、あったかいですからね、うん。昨日ちょっとね、床屋に行って頭洗ってもらったんですけども、出る水がもうお湯なんですよ。 水がですよ、まあ、そんな感じで夏場っていうのは暑ければ暑いほど水道管が温められてますんで水道をねひねって水を出してもお湯みたいなもんなんですよ、まあ、そういったところにボイラーで沸かしたお湯を使うっていうのはまあ結構ねナンセンスでもあると言えるのかなと思います、まあ、そういったところで夏場は水に入ってみたりとか水で顔洗ってみたりとかね えー、ついつい惰性で、えー、お湯を出してしまいそうなんですけども、案外水もあったかいってことに気づけるんではなかろうかと思いますね。で、冷たいタオルで体を拭くっていうこと。まあこういったことをね、習慣にすると、やっぱ手元にタオルを1枚2枚携、えー、えておくってことにもなりますので、まあ、 自分の身の回りをね、調整する道具も揃っていくって感じになると思います。はい、それでね、8月3日になりましたけども、今年の夏の思い出は何かできたでしょうかということでございます。まあ今の時点でできなかったらね、ちょっと後半ではますますできないんじゃないかなというふうな気もしますけども、まあ、休みをね、後半にまとめてる方もいらっしゃると思いますんでね、えー、もしよろしかったらまたコメント欄などで教えてください。それでは皆様の夏が、とても思い出深いものになりますように、お祈りして今回の動画終わっていこうと思います。